トヨタガズーレーシング86BRZ レース2019も残すところあと2戦。現在のシリーズランキングは1位近藤翼 84.5 ポイント、2位谷口信輝78ポイント、3位堤優衣74.5 ポイント、4位坂口良平63ポイントとなっており、5位以降の選手もシリーズチャンピオンの可能性を残しているが、チャンピオン争いは実質的にこの上位4選手の戦いとなった。そうですね、でもまあポイント1位ですけど、差が、ね、谷口選手、堤選手とかも差がないんで、まあ、この間の十勝もね、ちょっと、ね、谷口選手抜けなくて、まあ、悔しかったですけど、各選手、ものすごく速い選手で、そして今年のシリーズ見ててもほぼ落としてない、特に堤、近藤というのは常に、まあ、いいポイントを取ってて、着実に今年のシリーズを進めてきてるなと。ただ彼ら2人とも勝ってないんでね、このまま勝たないでほしいなと思ってますけど、まあ、チャンピオンが勝ちたい、勝つどっちを取るって言われたら、僕は今勝ちを取りたくて、まあ、勝った先にチャンピオンがついてくるものだと思う。まあ、流れを、ね、ここでもう一回戻して、で最終戦岡山はもうずっとテストばっかり行ってるサーキットだし、まあ、地元なんで、まあ、そこで一発逆転したいなと